こんにちは小寺伸です働く人のためのダビンチ・リゾルブ、えー、前回からです、ねえー、ずいぶん、えー、間が空いてしまったわけですけれども、えー、実はこの連載、えー、前々からあと2回ということが決まっていたわけですけれども、あのー、最後2回ね、えーと、何をやろうかと思っていたところ、えー、ダビンチ・リゾルブのです、ね、メジャーアップデートがありまして、えー、次にです、ねえー、バージョン19というのになると。 いうことが分かりまして、えー、どうせだったらですね、バージョン19の正規版が出たときにですね、まあ、その新機能をご紹介して、あと2回終わるのがいいのかなと思っていたわけです。でところがですね、えー、この正規版の19が出るまでですね、えー、ずいぶん時間かかりまして、えー、なんとベータ版が5回も出るという、あのー、結構ね、2ヶ月ぐらい間が空いてしまったわけですけども、えー、ようやくですね、8月の下旬ですかね、えー 無事バージョン19が出まして今回から2回にわたってですねこのバージョン19の新機能を順にですね見ていきたいと思います、はい、では早速やっていきましょうまずはですねカットページからご紹介したいと思うんですけども今回のですねカットページのアップデートの目玉はですねリプレイコントロールっていう機能です ただ、この機能はですね、ライブカメラをマルチで使って、ライブで収録しながらどんどん編集できるっていう機能なんで、あんまりその業務で映像を作りたいという方には関係ないかなということでですね、今回はこの機能はご説明は省きたいというふうに思います。その他にも編集で便利な機能たくさんありますので、そちらの方を順次ご紹介していきたいというふうに思います。 でまずはですね、えー、クリップに直接マーカーが打てるようになったという機能がありますので、こちらをご紹介します。で、えー、カットページですね、まあ、素材を、まあ、メディアプールから選ぶと、まあ、こちらの画面に見えるようになるわけですけども、えー、例えばよきところでですね、えー、この素材の上にマーカーが打てるようになりました。で、ここで M キーを押すとですね、今、マーカーが打たれてます。 あのこうな何も分からないと思うんですけど、えっと、もう一回 M キーを押すとですね、えー、名前とかつけられるようになります。で、ここにマーカーでですね、例えばしゃべり出しというようなマーカーをつけますと。で、これをですね、タイムラインの上に配置しますと、えーまあ、ここにですね、マーカーがあ打たれているのが分かるかというふうに思います。えー、とタイムライン上にも、まあ、同じようにマーカーが打てるわけです。例えばここでマーカーボタンを押すとですね、まあ、マーカーが。 えー、青いマーカーが打たれるわけですけど、これはですね、えー、カットページ上では、えー、違いがあんまりわからないと思います、えー。ただですね、エディットページに行くと違いがわ、えー、かると思います、えー。こちらの方はですね、えー、青いマーカーがタイムライン上に打たれていると。で、こっちはクリップの中に打たれているというわけですね。クリップ移動するとですね、まあ、このように。えー クリップそのものに付けられたマーカーは、えー、クリップと同時に移動するのに対し、タイムラインに付けられたマーカーっていうのは、えー、タイムラインそのものに打たれてますので、クリップを移動してもですね、 場所ががついいいいてこななとういうような違いがありますでですね、クリップそのものにマーカーをつけられる意味は何なんだっていうとですね、まあ、いちいちタイムラインの方へ並べていかなくても、素材をプレビューしている段階でマーカーが打てると。例えばしゃべり出しだなということでマーカーを打 というふうにですね、素材プレビューの中でマーキングができるようになることで、作業効率を上げていこうというような思想のもとに、この機能が付けられているようです、はい。では次にですね、エンハンストビューワーっていう機能ができましたので、こちらもご紹介しましょう。エンハンストビューワーはですね、ワークスペースのところにあります、ビューワーモードでエンハンスモードっていうのを選ぶとですね、メディアプールが隠されて、映像、 が大きく表示することができるようになりますこれは小さい画面で編集されているときはですね、もう一応一通り並べ終わったので、メディアプールは表示がなくてもいいやというようなときがあると思うんですけど、このときにです、ね、素早く切り替えができると。メディアプール、あのまあ、もう一回押せばです、ね、メディアプール出てくるんですけど、 えーまあ、メディアプールを、えー、実際にはですね、このウィンドウなしには、えー、これまではできなかったわけですね、えー。で、これが一発でですね、メディアウィンドウなしにできると。で、これ、ショートカットキーはですね、えっと、MacOS だとオプション F、えー、Windows ユーザーだとオルタネート f トグルで切り替えができるようになっています。では、続きましてですね、えっと トランジションの機能がちょっと強化されてますので、そこを見てみましょう。えっと、カットのつなぎ目でですね、まあ、何らかのトランジションを、えー、入れますと。クロスディゾルブを入れますと。で、まあ、普通こうやって入っていくわけですけども、えー、ここのですねトランジションを選択して右クリックするだけで、えー、ある程度のトランジションの設定の変更ができるようになっています、えー。例えばですね、チェンジトランスレーションタイプというのを選ぶとですね、 トランジションのタイプが選択できるようになります。例えば、エッジワイプとかにするとですね、エッジワイプになるわけですね。で、その他ですね、えっ、ー、と、チェンジトランジションディレーション。これ1秒になってますけど、例えば2秒が良ければ、200と押して変更とすると2秒になります。で、えー、続いてですね、えー、セッターズデフォルトトランジションというのを押すとですね、えー ししましたこれを押すと今この状態がデフォルトのトランジションになります。えー、なので、えー、例えばですね、えー、別のところへちょっと一回切れ目を入れましょうかね、えー、切れ目を入れて例えばこうトランジションをかけるということにするとですね、えー、ここのトランジションマーク、えー、押しただけで、えー、先ほど、えー、デフォルトと決めたトランジションが一発で入るようになるというわけですね。 もう一つ便利なのはですね、この辺ですね、えー、スタートオンエディット、えー。これは何かというと、えー、押すとわかるんですけど、えーと、このトランジションのですね、かかるポイントがずれ、えー、ます、えー。これまでデフォルトではですね、えーと、トランジション、切れ目のセンターへ、えー、トランジションかかるようになるわけですけど、まあ、それの位置をですね、えーまああの、カット代わりのスタート地点にするか、それとも逆ですね、えー、エンド地点にするか。 これがですね、一発で選べるようになります。これですね、実はあの変更するのにはですね、これまであの実は割と地味なあの変更作業が必要だったんですけど、まあ、こういうのが一発でできるようになっています。はい、で次はですね、ネストカーの話をしておきましょう。ちょっとこちらのタイムラインを使ってやってますけど、例えばですね、タイムライン1でこういう編集をしてますと。 で、タイムライン2では、まあ、こういう編集をしてますという格好でですねで、タイムラインはネスト化といってですね、えっと、入れ子構造にできます。例えば今、何もないとでタイムライン3に対して、タイムライン1を入れて、まあ、その後にですね、タイムライン2を入れるとですね、えっと、まあ、タイムライン1とタイムライン2が、えー、編集された状態になるわけですね。で、これはですね、あの、まあ、 長いコンテンツを作るときに、まあ、ブロックごとにちょっとずつ編集していって、最後に組み上げるといったことができるようになっているわけです。ただですね、このやり方の難点はですね、一度このネスト化してしまうと、ここは今、タイムライン1が入ってるところなんですけど、タイムライン1でやった編集点がもう見えなくなってしまうわけですよね。で、まあ、一応組み上げたんだけど、タイムライン1を もう一回、その、この部分を細かくちょっと編集したいんだという場合はですね、えっと、まあ、ちょっと困るわけです。で、この時にですね、まあ、これを、えー、ここで右クリックするとですね、デコンポーズというメニューが増えてます。で、デコンポーズとやると、えー、ネスト化したタイムラインの状況がですね、えー、まあ、復元されるというわけですね。で、まこういうものって、あ、ここをディトロブしたなと、このタイミングをちょっと変えようとか。 といった細かい作業ができるようになるわけです。で、これはですね、一回デコンポーズすると、えっともう元には戻らないので、えー、まあ,あのある意味ね、あのデコンポーズするとその 先に作った部分がどんどんいじれてしまうので、それはまた逆にですね、えっと、データ保護という意味ではあんま良くないというケースもあろうかと思うんですけれども、えー、まあこういう機能がありますよということでですね、えー、比較的このネスト化して、えー、コンテンツを作っていくとやり方が、まあ、やりやすくなったのかなという気がします。はい、では次にですね、えー、っと、エフェクト。 が画面上でいじれるようになったっていう機能が、えー、エフェクトオーバーレイーっていう機能がありますのでこちらもご紹介していきましょう、えー、例えばですね、まあ、このカットに、えー、エフェクトとして、まあ、フュージョンエフェクト、えー、をかけますよと、えー、例えば DV をかけますというふうにするとですね、まあ、DV がかか,かかるわけですで、まあ、下にはですね、まあ、何らかの、えー、クリップをまあ入れていくと えー、いうことになるわけですね。例えばこうやって、えー、こんなことをするとですね。まあこんな感じで PNP ができるわけです。でですね、えー、この PNP の位置をですね、まあ、ちょっと微調整したいという場合、これまでどうしてたかというと、えー、とインスペクターを開いてですね、エフェクト。で、こちらの DV っていうエフェクトのパネルがありますので、えー、ここでですね、まあ、ポジションをまあこうやって変えていくとか。 といったですね、ええー、ことが必要だったわけです。まあ、大きさをこうやって変えると。縦と横大きさとか、まあいろんなパラメータをいじれば、えー、まあちょっとずつ編集できるんですけど、この画面上でどうにかできないのかなという、えー、ニーズは結構あると思うんですよね。で、そういうときにはですね、ここに、えっ、ー、と、ツールページというのがあって、こういうのをですね、一番右側に、ええー、フュージョンオーバーレイという機能があります。で、これを、まあ、 有効にすするとですねここに、お分かりになりますかね、ここに、えっとまあ、矢印的なものが、えー、出現してますけど、まあ、これを、まあ、触ることでですね、えー、自由な位置に、画面上で、えー、パラメータをいじることができるようになったというわけです。えー、これはですね、えーまあ、エフェクトを使う方にとっては、あのー、まあまあ便利な、えー、アップデートなんじゃないかなというふうに思います。 では次にですね、えー、音声の、まあ、設定変更の話をします。で、例えばこのクリップはですね、えっ、ー、と、まあ、音声が普通に入ってるわけですけど、えっ、ー、と、このレベルメーターを見ていただければ分かるようにですね、えっ、ー、と、メインチャンネルは L チャンネルなんですよね。 で、R チャンネルはカメラマイクで拾った音が入っているので、編集するときはいらないわけです。で、L チャンだけで L チャンをセンターにしたいわけですよね。で、こういうときは、これまでどうしていたかというとですね、えっ、ー、と、まあ、やるならエフェクトのですね、オーディオエフェクトで、ステレオフィクサーっていうのを使って、で、えー、こっちだけ、 左チャンネルだけを残すというような設定にして、えー、まあ、編集を行うという方法があったわけです。で、これ再生するとですね、どうなるかっていうと、あの、レベルメーター見ればお分かりのようにですね、えっと、L チャンネルだけが左右に振られるというエフェクトになってるわけですね。で、こうやるか、えー、もしくはですね、こちらですね、メディアページの方へ行って、えー、メディアページではですね、えっと、 このクリップですね。このクリップ。えー、素材クリップを右クリックして、えー、とクリップ属性、クリップ属性へ行って、ここでですね、えーと、エンベデッドを、まあ、どっちもいっちゃうというふうにするとですね、まあ、LR で、えー、右と左にも L チャンネルの音がいくというような設定ができるわけです。でですね、えーとまあ、こういうやり方をこれまではしてたわけですけれども、 ちょっと元に戻しますねこれがですね、カットページでもできるようになりました。どうやってやるかというとですね、えー、っと、インスペクターを開きまして、で、このクリップを選択して、ファイルを選択するとですね、オーディオコンフィギュレーションというところがありますので、こちらでですね、カスタムというのを選ぶと、 えー、クリップ属性と同じものが出てきます。で、ここでですね、ヘアハンストのいっちゃーんとかやるとですね、えー、こう左右に同じ音が、えー、エルチャーの音が左右に入った、えー、トラックができるというわけです。はい、いかがだったでしょうか。えー、カットページだけでもですね、えー、まあまあ、ブラッシュアップされた機能が結構あるなという印象かと思います。えー、次回はですね、えー、エディットページを中心に新機能をご紹介していきたいというふうに思います。